その足の速さだけは褒めてやる。わらわもついたばかりだぞ。今日はどういう風の吹き回しだい？みんな揃ってバーヤを見に来て。船長のお姉さん、まだ話してないのかよ。何を話すというのだ。それになぜわらわが話すことになっているのだ。ピンバーヤと一番長い付き合いなのはお前じゃないか。はあ、歌人そうではなく、ここはピンと呼ぶべきか。リュウウン、今日は話し方もいつもよりかしこまっておるのじゃな。その、ふむ。時は怪盗祭、好天に恵まれ、風からは花の香りが。カウ、お前に任せた。始まりは、先祖を救った仙人を探すドヴォルザークさんに私たちが手を貸そうとしたことでした。龍雲神君から仙楽を奏で水に溺れた人を救ったのはまさにあなただと聞きました。おお、なるほどな。うん、確かにそのようなこともあったの。そんな昔のことをよく覚えてくれておったの、龍雲よ。さらに珍しいのは、凡人の寿命は短いものであるにもかかわらず、昔の出来事がこのような形で今まで語り継がれてきたことじゃ。またあいつの思った通りだったの。あいつって紀州とよく呼ばれておるやつのことじゃよ。龍雲の表情からすると、もう彼女のことは聞いておるんじゃな。はあ、わらわが望んで話したわけではないぞ。よいのじゃよ。怪盗祭はまさにリーウェを守ってくれた英雄たちを記念するためのお祭りじゃ。紀州は今日のこの壮大な景色を見ることはできないが、英雄の名にふさわしい存在じゃった。そのさ、紀州は一体なんて言ったんだ。知恵ある彼女は、人間とは弱き生き物であり、それらを守りたいと初めの頃に言ったのじゃ。だが多くの人と接した後、彼女の考え方にも変化が生じた。人の心はなんと繊細で精巧なものか。その英知や努力はあまりにも輝いていると、あいつはよくしみじみ感じておったものじゃ。そして決して人の潜在能力を軽んじてはいけないと、少し導いてあげるだけで比類のない強き力を発揮できるのだと。いつかは人が彼女と同等の力を持つようになり、互いに学び成長を促せるような存在になるかもとも言っておった。口だけはよく回るやつだ。あやつが仕掛けの術においてわらわに勝てるのも、そのよく回る口が大半の勝因だったわけだからな。そういえば龍、あのからくりの盆景をまだ覚えているか。あなたたちが送ってくれたプレゼントじゃ。無論覚えておるぞ。あれを作るのは大変だったからな。あれはわらわたち二人の技術の真髄がこもっていると言っても過言ではない。紀州はな、すべての草や花が集まってこそ
私たちの家だとバーヤに告げたんじゃ。目の前にあるこのリーウェと同じじゃよ。ピンバーヤ、なんだかセンチメンタルになってるみたいだな。バーヤたちの中では彼女ほどこのようににぎやかで盛大なお祭りが好きな存在はいなかった。彼女がまだいればきっと飽きもせず龍雲たちと作品の勝負をしておったのじゃろうな。リーウェ校では新年や節句のたびに音楽が奏でられる。音律についてはきっとあやつはお前のところに行って共に鑑賞し語り合ったはずだ。そうだ、音楽。ピンバーヤがその時奏でたのって一体どんな旋律だったんだ。それにそれに、ピンバーヤがそんなに音楽に詳しいんだったら一緒に音楽祭で演奏するのはどうだ。すぐ手配いたします。興ざめなことを言いたくはないんじゃが、金はのう、もうずいぶん長く弾いておらんのじゃ。腕がなまってしまった。曲を弾くたびにあいつのことが思い出されての。バーヤが編曲した旋律を果たしてどう見てくれたんじゃろうな。一時期金を弾くとあいつが隣の石の腰掛けに座っておしゃべりに付き合ってくれておるように感じておった。衣装同点も鳴海製菓もみんな昔のまま。時間がどんなに過ぎたとしても曲を奏でるだけで全てが記憶通りによみがえってくれるんじゃ。やはり昔のことを吹っ切ることはできませんか。完全に吹っ切れたというと嘘になるからの。じゃがどれほど悲しいと言っても、悲しみのほかに美しいものもいろいろと見れた。この人の世で生活しているとな、永遠に悲しみに浸りたいと思ってもそれがまた難しいことなんじゃよ。ほれ、バーヤの盆景はとても綺麗じゃろう。素直な心境になって初めて悲しみに直面できる。お前は確かに少し成長したな。とにかく若者の舞台なんじゃから、バーヤは遠慮しておこう。ピンバーヤがそう言うなら。バーヤ。おや、みんな大勢集まっちゃって何か事件でもあったのか。えんひ、心配無用じゃ。大丈夫じゃよ。みんなバーヤに顔を見せに来てくれたんじゃ。いいことならいいんだ。ちょうどいい機会だから私からも挨拶させてくれ。開会搭載を祝して。あ、私急に思い出したのですが、月海艇での仕事についてエンヒと相談しないといけないんです。それがずっと機会がなくて。ロボルザークさんの方はお願いしますね。シンくん、ピン、先に失礼します。今から？どの分野の事件を、カンウ先輩。カンウという子はやはり嘘をつくのが下手じゃな。わらわのおしゃべりのコツをちっとも吸収しておらぬとは残念じゃぞ。めったにない機会じゃ。リュウン、少しくつろいだらどうじゃね。お茶を入れるからちょっと話でもしようじゃないか。ふむ、わらわもやぶさかではない。今度そのフォンテーヌ人の方に会ったら、バーヤの気持ちも伝えてくれるかい。音楽祭が大成功を収められますようにと。任せろ、ピンバーヤ。
ありがとうね、バーヤの話をいろいろ聞いてくれて。あの旋律についてはいつかバーヤの準備が整ったら言ってあげよう。やった、楽しみに待ってるぞ。金の音が再び奏でられれば、彼女もまた竜エコーに舞う無数の砂塵のように、地上や空から近頃の繁栄ぶりを見て、どこかでこっそりと北総へもやもしれんの。じゃあ早速この情報をドブルザークおじさんに伝えてやろうぜ。こんにちは。そっちは順調だった？順調順調、絶好調だぜ。おじさんが探してた人もオイラたち見つけられたぜ。ほ、本当か？私の先祖が聞いた旋律は、仙人が旧友を忍ぶために奏でたものだったのか。だからこそそれほどまでに美しく人を引きつけたのだろうな。お、おじさんからの第一の感想はやっぱり特別感があるな。こういうのが音楽家が持つべき思考なのか。しかしやはり信じがたい。かつての仙女がすでにバーヤになっているとは。ひひ、それならオイラから説明してやるぞ。リーユへの仙人ってのはな、基本的に老いることはないらしいぜ。だから歌人老一神君、つまりオイラたちのよく知ってるティンバーヤは自分で年を取ることを選んだんだと思うぞ。ティンバーヤは教養があるし、物事の本質を見通せる。たとえ彼女がどんな外見や身分を選んだとしても、その澄み切った心が変わることはないわ。国政の方がオイラより言葉選びが上手だな。ひひ、オイラも同じことが言いたかったんだぞ。ちゃんと、ああ、直接会ってお礼を言わないと。だが音楽祭が終わってからにしよう。今感じているこの気持ちと最高のコンディション、全てをこのショーに捧げたい。あ、そうだ、ティンバーヤから音楽祭が大成功しますように。だってさ、あいつはいつもの場所で遠くからだけど、このステージを最後まで聞いてくれてると思うぞ。本当か？はあ、いけない、緊張してきた。ダメだ、リハーサルをもう一回やっておきたい。皆さん先に失礼する。話が終わってないのに。この前あいつ、人にとっての音楽の意義を聞いてきてたよな。今回の件でこれも多少は収穫ありってところか。新しい感想があるならぜひ聞かせて。音楽はいいことのために使われるけど、それを使って悪事を働くこともできるんだってオイラたち気づいたんだ。音楽を聴くとみんなは楽しくなったり、感動したり、時には悲しんだり、懐かしくなったり。音楽は人々の心の中にある記憶で、時空を超えて思い出をつないでくれるってどこかな。君たちもいろいろあったみたいね。
構わないわ。後でカウンが全部教えてくれるはずだから。国政はまだやることがあるのか？ええ、でも後片付けが少し残ってるだけで大変な仕事ではないわ。みんなが喜んでくれるならどんな努力も報われるもの。ええ、怪盗祭を祝して。ふぅ、これで全部片付いたな。おや、待てよ、何か忘れてる気がするぞ。うん、なんだっけ、初めから思い出してみるぞ。ああ、あの方なんとかの竹の子だ。勝利は急がなくていいって言ってたし、まだ間に合うはずだよな。間に合わなくてもオイラたちのせいじゃないぞ。自分で取りに行かないあいつのせいだからな。